イバゲーは、コロンビアの都市、トリマ県の県都でもある。中央山地の東部、標高1285メートル地点に位置し、付近を小江所川支流のチパール川とコンベーマ川が流れる。人口は498,401人で、そのうち468,647人が都市部に住んでいる。首都、ボゴタやカリトペレーラなどとを結ぶ。 交通の要衝に位置するため、商業が盛ん。また、周辺の肥沃な大地では、コーヒー、カカオ豆、タバコ、砂糖キビ、米などが栽培されている。進んだ音楽教育が受けられ、年中音楽イベントが催されるため、コロンビアの音楽の街と呼ばれている。1550年10月14日に、スペイン人のアンドレス・ロペスによって、現在の岩芸の前身となる。 ビジャデサンボニファシオデイバゲー、デルバジェでラスランサスという町が築かれた。しかし、先住民のピアオ族から頻繁に襲撃を受けたため、1551年2月7日に 42km 離れた地点に町ごと移転した。現在、町があった場所は、カヤマルカという自治体の都市部になっている。 1854年の4月から12月にかけては、近隣のチャパラル村出身の軍人で、政治家のホセ・マリーアメロが主導したクーデターにより、ヌエバ・グラナーダの首都になった。その後、1908年にトリマ県が設立されると県都になった。1945年にはトリマ大学が設立され、1954年には州立大学になった。 ローマカトリックのイバゲー教区の中心都市でもある。県の中央部、アンデス地域に位置し、北、西、南の三方を山に囲まれている。アンデス火山帯に位置するイバゲーにはトリマさんとセロ、マチンさんの似座のかつ火山が町のすぐ近くにそびえている。そのうちセロ・マチンさんは800年前から火山活動をしていないが、近年では地震活動が活発化している。 そのため、コロンビアチリ、鉱山学院では、火山活動の変動を示す、第三類に分類されている。イバゲーは、噴火を想定した防災マップを策定したことがあるが、それによると、町は、火山から近いにもかかわらず影響はないとされた。この地域では、いくつかの路線バス会社があり、都市部と近隣の村々とを結んでいる。イバゲーでは、国道四十号線と十三号線が、 交差しており、東へは、首都ボゴタに、西へはアルメニアに、北へは、オンダに至る。市内の長距離、バスターミナルからは、国内のほとんどの大都市に便が出ており、特に、ボゴタ、カリ、メデジン便が多い。カルタ平な、バランキージャへは、夜行バスも出ている。サンタマルタ便は、時期によっては運行されない。市街地から 10km 東へ行くと、ペラーレス空港があり、 ボゴタとメデジンの間で一日数便が運行されているサンホルヘ植物園からの眺め。ありがとうございます。